今回の紹介はこのじゃがりこモッツァレラチーズトマト味期間限定カロリーがワンカップで258キロカロリーということなんで、まあそんなにカロリーないというところですね。こんな感じです。まあいざ食べます。トマト風味がツーンと漂ってます。うん、うん、チーズとトマト味ということないんやけども、確実にトマトの味の方が勝っとる。トマトが苦手な人はこれは格別に食えないですね。でもここにじゃがりこパン人気ナンバーワンと書いてんやけども、どういう意味なのかがわからん。うん、うまっ。なんやかんやでうまいと思う。これ俺的にはうまいと、あなた的にはどうかなと。まあとりあえず言えることはうまいということだけなんで、今回はこのじゃがりこモッツァレラチーズトマト味の紹介でしたと。よいしょ。大きに。